キャラ萌えの金銭にはクッコロさん、クッコロさんは別にいいかな。先行手榴弾後に取っておけなくなるよな、こうしちゃうと。クロワッサン海鮮丼が24時間、あ、どうだろう、若狭屋って24時間じゃないのかな。こういう感じになればいいわけだな。すげえ血出てんな。体力減った描写ないけど、すげえ体力減ってそうなあれですね。あ、シャルロットもまあ女戦士、女騎士的なところはあるから、試みはあるのかな。マグナムの弾がないからここ先行手榴弾、うん、どうすんのがいいんだろうな。 あいつらも実はバスの外に誘導できるのかな。一回試してみるか。くっころみがあるわ。草なのかな。なるべくこっちに来てもらって、ペイルヘッドたち、え、出てきてない、もしかして出てきた、出てきてない、ワンチャン出てきてないよなこれ。出てきてねえのかよお前ら。え、出られないのもしかして。おばんです、どうも。はい、出てこれないのあいつら、もしかして誘導できると思ったのに。そう、畜生め、畜生め、畜生め。一網打尽で、もうリュックサックのやつ殺せたと思ったのに殺せてねえし。燃料か。まあここで解放射器使えって話か。これは市長の娘っすね。燃えて燃えて、噛むか噛んでしまうか。まあでもここで火炎放射器使うっていうルートでいいのかもな。あそこで先行取っておいて、火炎放射器100使っちゃうわけじゃないからね。でまあ今回は一応お試しなので、ナイフを使ってあそこのリュックサック背負ってるやつを攻撃してもリッカーが反応するのかどうか。あ、しないの？しないのか、ナイフだと。反応するもんだと思ってたわ。
なんだよ、じゃあここで破片手榴弾使う必要ないじゃん。ああ、思い込みだった。あ、磯丸水産、そうですね、24時間ですね。わあ、思い込みすぎた。エビワン、チアーズフロムユークレイン。お、Thank you。Thank you 以外、なんて言えばいいんだろうな。Thank you for your kindness みたいな感じになるのか、これは。あ、しかも捕まれずに済むルートあった。この後は、どうだろう、戦ってる場合じゃねえだろっていう感じになりそうな気がするけど、まあでも、ね、燃料もあるわけだから、マグナムかな、どうだろうな。いや、ナイフかな。今までの時間返して。そうですね、これは、ナイフでやり過ごせるようにナイフ持っておくか。難しいな。何を知ってるか聞きましょう。何を知ってるか。ワンワンに20発以上ハンドガンの弾使うことはないだろうからな。これはもうこうなっちゃうと走り抜けた方がいいな。読めない分、まあ英語の人の方が、まあでも どういうことなのか、ウクライナから応援してますと言われてもどうしていいかよくわからない部分はあるが、リヘナーラドール、この白いの、そうですね。ヘイルヘッド。とりあえず、リッカーのところ、ナイフでいいんじゃんみたいな、そういうのはちょっとショックだけど、まあ、楽になったからよしとしましょう。一気に楽になったわ、あそこのせいで。ペイルウィングを僕は EDF 的なあれで思い出してしまうんですが。おお、クリティカルかこれ。なかなか活かしたやつだ。これは、火炎放射器で、なるべく焼いていきたいんだが、割といい感じじゃないこれ。ただバフがもう終わっちゃったな。で先行手榴弾があるけど、先行手榴弾があるけど、正直火炎放射器もう使わねえような気がするが、ここに自販機あったのか。戻れねえ。なあ、ひどくないこれ。ひどくない。あ、これでクリア。あそこ自販機あったのか。てかもう、こんだけゾンビがいる中で、私来たわよみたいな感じでここで開けて入っても終わりだろ。これどうあがいても絶望じゃないの。
これでクリアでいいの？なんであのちゃんと逃げれたみたいな感じなのこれ。もしかしてベンってあのミニガンだかロケットランチャーでも持ってんのこれ。市長の娘が捕まってたっていう感じですね。あでもとりあえずリッカーのところナイフ使えるんだってことが分かれば、まあそんなにめちゃめちゃ辛いわけじゃないのかな、なんとかなんのかな。ってかなんでこれあのニューレコードってなってるけど、なんであの小数点以下第3位まであんのこれ。10分8秒468って、途中にねセーブポイントみたいなの欲しいですね。5時25分でこの放送ももう4時間だよ。4時間、なんで俺も4時間も放送してんだ。まあ昨晩しなかった償い報い最初からなのが結構メンタルダメージっすね。このタイプのバイオはあまり響かないですね。謝罪感覚で、まあでも DLC 特別気が進んだわけではないけども、やらなければっていう使命感。ボンベ当てないように撃つと一応足元に落とすけど、ボンベって押して持ってけるんですかね。落とした。持ってけないのか。まあ、こういうやり方もあるわけですね。この方がハンドガンの弾減らなそうだよな。今のやり方の方がハンドガンの弾の消費が少ない。ちょっとこのゲームはトライアンドエラー味がパないですね。マジ切れしてるユーザーも多かったんだ。まあ、マジ切れはしてもしょうがないような気がするけど、あくまでおまけですからね。ただこのおっさん、さっき介護みたいになったけど、このおっさんうまく使えればなと思うんだけどね。ボンベ押していけるんならいいんだけど、試してみっか。ちょっと押せない、持ってけないって話だったけど、ちょっとおじいさん動いてくれないとボンベ押せないんだけど、どこ行くの？どこ行くんだよ。ああ押せない、素通りしかできない。これは面白くないな。
でそっち行っちゃうの？まあ、やあ君たち、こっちへ来るんだ。こっちへ来るんだ。来ない。危ねえ。今閉まってたからやべえかと思ったけど、なんとかなった。エニード入れてるってことで、井口さんに、あれ、エニードって井口さんなんですか？エニード喋ってるのまともにボイス聞いたことないや。ああ、そうなんだ。これ単体だと使えないんだな。どっち向いてんのかよくわかんねえよこれ。降りて降りて。うわー、あ、でもゾンビたちがみんな帰ってくる。降りると帰っていく。持ち場に戻っていく。でも音に反応したからちょっと戻ってきたけど、やはり持ち場に戻っていく。勤勉ですね。ちょっと体力減っちゃってんのが気になるけどな。あー、これやっぱりあそこグリーンもらっとくべきだったんだな。そこのグリーンハーブのやつ拾わずにやっちゃったけど、まあいいか、しょうがない。と言いながらグリーン自販機行かなかったっていうね、ちょっとアホなことやってしまいましたが、もうしょうがない、仕方がない、次から気をつけよう。これ単体で使わせろよって話なんだけどな。次はない、攻撃に次はないんじゃっていう。水路の奥に、ここ、あ、ここっすね。もう一個のやつですね。あ、帰ってくる。段差つけると何もしてくれないのか。ヨダジみたいなことやってる。ナイフ持っておきたいぞ。
あんまりやってること変わんなかったな。やってること結果的に変わんなかった。何をやってるんだって感じだけど。この奥のやつらはなるべくハンドガンでじゃないな、近いからショットガンしかないな。完全に進むとなると階段があると無効化されるような、まともに前に出てこなくなるから、ああやべえ、いっぱい撃たされてる。ここは多分後から湧いて出てくるんだろうな。特定の段差がなんか相手が前出てくるのをかなり抑止するというか、本当に動けなくできるっぽいですね。弾の数に少し不安があるが、こいつのバックパックで稼いでなんとかできるかな。先行手榴弾取っといてあるしな。まあ、敵は柔らかいですね。確かにショットガンの弾はこれで6発はちょうどいい。アイテム欄の空き的にはで、ここはなるべく遠くからハンドガンで処理していきたいが、柔らかい。ハンドガンは弾ここでゼロになっても構わんよな。で、ここ本当は使いたくないんだけど、できれば使いたくなかったんだわっていう。いや、眠気はないですけどね。眠気はないです。眠気はそんなないんですけど、紫のやつが殺しちゃうとブハーって吐くから、でもこれ先行手榴弾どこで出すかとかってなんともだよな。先行手榴弾どこで出すべきなのかとかっていうのがちょっと分かんない部分がある。食らうか。イビーが来ねえな。
日々来ねえんだけど。これでいけたか。まだなんかいるのか。これで終わりか。てかなんでここにヘリコプター来んのよ。おかしくない。あ、なんとかなったけど大変だなこれ。朝は寝よう。っていうかもしかしたらバグで変わってないだけなのかもしれないんだけど、視聴者数がここ2時間半ぐらい40から変わってない気がするんだけど、気のせいかな。これはバグか何かで止まってるだけなのかな。見始めた人はずっとつけっぱってことなのか、偶然なのかバグなのか。56人になってる。じゃあバグってんのかこっちが。15分。